ヤマト、ムロト、ケイガ、アイ、カモトです。そしてせーの、ヘイヘイフラミンゴ、ニコです。リホです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は何？今日は緊急。ちょっと今緊急状態にあるんですけれども、はい、まずは TG 賞お疲れ様でした。お疲れ様でした。2連続でですね、無事2組とも出させていただきまして、もうすごい発表してましたけれども、はい、させていただいて、あなたたちも、あ、そうだね、発表コンビみたいな、うんうん、まだ成長先輩たちかな。あ、この度ですね、ユーハミガクオさんのお札どきというお菓子の CM キャラクターを務めさせていただくことになりました。おめでとうございます。大好きなお菓子、あれうまい。いや、よかったっすよ、CM も。本当光ってた2人とも。いや、あの縁もあってか分かんないんですけれども、同じユーハミカクト、そうね、そうそうそう、水組と嬉しいことですよ、うん、本当に。いや、かっこよかったです。ありがとうございます。で、まあ僕たちなんですけれども、うん、テレビの冠番組が決まりました。いや、すごすぎる。どういうこと？どういうことだろうね。分かんないです、僕たち。俺も分かんない。え、などこ？フジテレビ。おえ、これをユーマが2人にちょっと内緒にしてた、うん、そうなんですよね。ユーマ教えてくれなかったので、はい、何で出てたの？なんて聞いたんでしょう。あの、なんか TGC の本当にうちらが出る2時間前ぐらいにちょうどトイレの前であって、ポーみたいになって、え、てかコムドットってさ、何のステージなのってさ、うん、まあ、あのコムドットのステージです。いろいろ秘密にしてたんだよ。秘密にされたの。いや、何のステージだろうってことに何か分かんなかった。あー、なるほどね。え、なんて言えばいいんだこの場合と。で、コムドットのステージ。なるほどね。まあ、あの今ね、絶賛、コムミングウィーク中なんですけれども、はい、まあ、今回の動画はちょっともともと組み込む予定ではなかった企画になっていますと。じゃあ早速企画から出させていただきます。ということで、本日の企画、ニコ拍手して、もう今しかテンション上げれないから。そうなんだ。この動画の難しいところなんですけれども、今まで僕たち2回やってまして、まあ、第1回目がユータですよね。もうこれはユータが限界来ちゃって、もう本当に体調も悪いし冴えない、これも絶対なんかついてるってなって、霊媒師の先生から見ていただいたら案の定ついていた。うん、で、まあ、除霊まできっちりしていただきました。それが第1回だったんですけども、うん、第2回は前回の革命コラボマンスの時に、うん、トーラが、うん、やべえ、うん、もうめちゃめちゃ出るし、めちゃめちゃ喋られるみたいな感じで言ってて、じゃあ俺らのチャンネルなんかやるかってなって、まだ同じ霊媒師の先生にお世話になったんですけれども、今回第3回ということで、うん、みんな、なんか信者になってるよね。ゆうたもだし、とうはなんてひどいぞ、もう。ほんと、ギャル霊媒師の先生なしでは生きてられないなっちゃったよ、マジで。除霊チャンネル、除霊チャンネル、たまになるんですよ。このことの発端が、うん、実はもうほんと1週間前ぐらいの出来事、うん、話してもらってもいいですか。いいですか。最初私は家で特にそれが起きるんですけど、寝てる時に寝室リビングってあるんだけど、寝室寝てて、リビングから裸足で床歩いた時のこう独特なペタペタっていう音あるじゃん、あれがはっきり聞こえたの、うん、でうちマジで、あ、誰か入ってきちゃったんだなと思って、うん、こうやって見に行ったんだけど誰もいないっていうのが始まりで、朝方に寝てて、もう怖いから寝室ドア閉めて寝てたの。そしたらドンドンドンって普通に3回叩かれたの。え、確実にドンドン、確実にこれで、うちうって起きて、てかなんかこうなんていうの、まだ眠りについてないの、はい、朝まで起きてて眠りについてないみたいな時にドンドンドンってなって、えってなって、お母さんが来たのかなと思った。はい、で起こしてんのかなと思って出たんだけど、本当誰もいなくて、次がこれはリホが経験したんだけど、リホがうちんちに来て一緒に出るみたいな時、リホが玄関にいて、うわっみたいな言い出して、玄関の靴箱の扉がバンって開いたらしい、うん、その前に閉めたの、うん、で、まあ、普通に閉まったなと思っていなくなった瞬間にブワッって開いた。おかしいですよ。おかしい、おかしい、ブワって開いたの、ブワって開いた、おかしなことになってる、それは。なんか中途半端に閉まってて、こう開いちゃったのかなみたいな、あ、わかる、そういう、うん、なんかこう、うーみたいな、こう余韻で開いたのかなと思って、こうなんか中途半端に開けてみて、もうそんなことにはならない、うん、でもバッて開いた、そう、もう文字でこういう感じ、うん、はいはい、それがパッて片方が開いた、やばっすね、うちもなんかびっくりしすぎて、なんか驚きもできないみたいな、何、みたいな、で、家
で編集してて、ずーっとその部屋も動かなかったんですよ。リビングとか編集してて、で電気がこういうなってるんだけど、ダウンライト、ダウンライトがこう6個ついてるんだけど、それが急に電球が切れる時が分かる、チカチカチカみたいな感じで、チカチカパッて消えて、パッてついてる。うちの のそれって高調節するやつだもん。だからフォーンフォーンしかできないけど、パッパッみたいな。なるほどね。モルシゴ。そういう煽ったりするのはよく、ニコちゃんが怖かったって言ってこれ相談してる。モルシゴやそれみたいな。出てきてもうチャチャやんお前。やめろお前。怒られるぞ。いろんなの。そう、極めつけはうちの友達が家に来たのね。あのリビングで座ってて、こっち側が廊下だったのね。はい、でその子がここに座ってて、でうちはちょっとあの明日の準備をしなきゃいけなくて違う部屋に行ってて、で準備して戻ってきた時にその子がえっみたいな感じなの。ごめんみたいな、ちょっと言っていい、今ニコちゃんが入ってくる時に普通に男の人が歩いてたの。怖いね。怖い。えっってなって、でその子が平気系というか霊感が全くない子なの。はい、全くないのに、すごい顔してて、でしかもそれがお化けってさ、大体さ影みたいなイメージあるじゃん、じゃなくてはっきり見えたらしくて、うちが男を連れ込んだのかって思うぐらいはっきり見えたらしくて、細身の175から8ぐらいの身長の男の人、コナンのさ犯人役みたいなのが、あれで見えたらしくて、真っ黒なんかね。あとなんか家の中にいて雲に引っかかったことある。はい、あの気持ち悪い感じ、はい、髪の毛がこう一本ペタッとついてるみたいな、はい、うわっみたいなのが結構あるの。なんか、なんかみたいな。え、なんかそれ、それ聞いたことない。なんか幽霊、それは幽霊に当たったみたいな、うん、明らかにクモの巣ない場所ってあるもんね、うん、こことか。そう、じゃ絶対ないじゃん。で、外とかでもないの、うん、家に帰ってきて、しばらくするとなんか、あうわぁ、ものすごいのがいるんじゃない。やばそうだよ。いやもうやべえやつ、もうマジで。だって慣れちゃって驚かないぐらい。なんかそうなの。なんでそのアクションが起こしてないんですか。怖くないですか。いや怖いよ。でさすがにその友達が来て実体見えちゃったっていうので怖すぎて、もうそっからお母さんに泊まりに来てもらってるけど、っていうのが本当に1週間前ぐらい、うん、いやどうにかしなきゃどうにかしなきゃって思いながらもこうやってくれたから。そうなんですよ。いやうち結構霊媒師チャンネル。いやまあそのくせある一面があって、実はその困ってるクリエイターのとこに俺らの実力はないんだけど全くないんですけど霊媒師さんを霊媒師をアテンド系でやってて、でしかもあの毎回解決してるんで今のところ。すごいよね。今も生き生きしてる。生き生きしてる。全然違うよね。とは全然違う。本当に実はですね、先生もお呼びしているので、早速登場していただきたいと思います。はい、ギャル霊媒師、飯塚ゆい先生です。お願いします。はい、ということで改めましてギャル霊媒師の飯塚ゆい先生です。よろしくお願いします。お願いいたします。お願いいたします。あの前回のとはやっていただきまして、もうとは本当にピンピンしてて、本当に。前回結構やばかったですよ。結構やばかったんですけど、ちょっと今私の目きつくなってるの分かります？目つき。やばいさっきから座ってらっしゃる時に顔が怖すぎて、でなんかずっとなんかやばいチラチラ見えちゃって気になっちゃって、え今日は単刀直入にお伝えするとしたらなんですけど、3度目の正直ですね。本当に本当の戦いですね。今そのモードに入ってるんで、ちょっと目がモードに入ると変わるんですけど、正直全部わかりました。ただ言えないです。ネットで言えないです。大丈夫オープニングなの。大丈夫ただもう絶対助けようとは思ってるので、まあ、言える範囲でちょっと今噛み砕いて言っていくとなんですけど、生き量ではあります。ただ生ぬるいような内容ではないです。生ぬるい内容ではない。あじゃあゆうたの生ぬるかったって言ってるわけじゃない。ゆうた、ゆうた、違う、ゆうたにグッと出るとこじゃない今。
いや、8体ついて生ぬるいって言われて、いや、生ぬるいとは言ってないですよ。ゆうたも熱々だったんだけど、もっと熱いよね。とはもう熱かった。そうです。序章レベルがすごいやばいですよ。喜ばしいことだよ。ゆうたよりどうですか。ゆうたちゃんやばい。文字でちょっと編集してもらいたいぐらいなので、今言えるとしたら、まずお母様今呼んだっていう流れになったじゃないですか。必然的になんとなく公安で呼んだと思うんですけど、それも意味があって、ストーカーに並ばれてるから本当に気をつけてください。だからですね、意識的にそうやって呼んじゃったんです。男の人の足だけがずっと家の中にいます。家を知ってますよ。で、家の近所に引っ越してきました。だからずっと私今聞き飛ばしてたんです。ちょっと待って、真っ白な足です。マジでそれでよっぽい。お母さんにいてもらった方がいいです。そういう風に仕向けられたんです。お母さんがいないと物理的に危ないっていう理由で。何か呼んだんです。そうです、そうです。あの東亜さんの時みたいに無意識に仏壇を、そのようなのと同じで守られてるんで、ご先祖さんとか、なんで無意識にその本当に物理的に自分を守るために呼びました。足だけがずっと歩いて、白い足がペタペタペタと裸足で、奇妙ですけどそういう系でした。ガチのストーカーですね。しかも引っ越してきた。ちょっと待って、ちょっと待って、どうしよう、どうしよう、どうしよう。やばいこれもどうしたい。どうしよう。ちょっと、そうですね、ちょっと私が今一番ガチモードに、ちょっとこう バトルモードに入ってる感じなんですけど、え、何体もっていうよりかはその一体がやばすぎますね。もうある意味その物理的に移動してきて近くにいるんで。生きるってなんか無意識に飛ばしてるとかあるじゃないですか。無意識にプレーとしてついちゃった、気持ちが強くてついちゃったみたいな、そういう意識があって近づいてきてて、さらに霊もついてて、その霊を除霊したらその人はどうなってる、そういう行為がなくなるっていう。よりはある意味呪いっちゃ呪いです。これは狙ってるので、本人も気づいてほしいと思ってるから余計だと思うんですよね、強い思いが。でそれが現在進行形なので、ユタさんの時は OK。 だいたいその時って返してしまうとやっぱり終わりがないので、解除っていうのをするんですよ。私その連鎖解除した後はだいたい住めなくなったりとか、急に自分の方で例えば家賃が払えなくなったりとか、仕事がなくなってどうしても出ていかなきゃいけなくなったりとか、近隣トラブルで出ていくことになるとか、直接的なものじゃない、ある意味ちょっとその人にお灸を据えたものは返ってきます。現実的な理由が向こうに。向こうにです、ね、あーすげえ、運命にじまげてるからね。そうすごい、ね、でもびっくりすぎてリュウに2分間ぐらい映ってない。嘘、マジだ。一体化してたからもうびっくりすぎて、どんどん左に寄ってる。待ってみんなに近づいてみんな左に寄ってんだ。ここのあたりないですか。これどうしよう。え、絶対見てるから。あ、動画を。そう今ね、ちょっと見ていただいたところ思い当たる人というか、まあ、ニコちゃんの方にも思い当たる人がいて、でリンリンもなんとなくわかるんですよ、ね、うん、リンリンもなんとなくみたいな感じの人がいて、それをちょっとあの見せたところ、まあ、その人、そうそう、コムドットの役目が終わったっていうのは、あれこれさ、だいたいあっち行って判明とかあるかもしれない。いやこれ ある怖いでしょ、だって怖い。そう、5人がついてくるって安心感えぐいぞ、うん、俺らが欲しいか欲しくないかになってきました。いや、欲しいよ、欲しいよ。よかった、じゃあ一緒に行きましょう。お願いします、すいません。じゃあもうちょっと家実際に行ってありますもんね、はい、先生の除霊というかいろいろあるので、それも実際受けていただくということで、はい、まあそこはちょっと真面目にやりつつ、まあ僕たちはちょっと、ね、気分をこう和らげながら動画撮っていきたいと思います。それでは早速ニコちゃんの家に向かっていきまーしょう。はい、車着きました。やっぱり YouTuber としてさ動画を撮りたいけど、この動画ってどうしてもね暗くなってしまうのよ、はい、そういう動画ならそういう動画にすればいいかなとも思うんですけど、まあ、視聴者の人もやっぱ怖くて最後まで見れなくなっちゃうと、まあ、寂しいので、うん、まあ、これ中盤は盛り上げていきましょう。ここしか盛り上げらんないから、まだあんま深く聞きすぎてないからできることだよね。確かに確かに、はい、でもどう、なんかあの後さニコちゃん結構個人的にその先生の方に話をしてたわけ、うん、うんうんうん。で、その時に聞いたのは一応ニコちゃん以外は大丈夫だと、うん、ない
え、俺の霊勝手にいなくなった。いや、ユーマ喋りかけすぎたんや。ユーマ前回のトーンの時にいるって言われてたのにね、うん、ずーっと喋りかけてたから、ユーマが。確かに君は素晴らしき僕の守護者になれって頭の中でずっと言ってた。もうそういうのじゃないかなと思ってどっか行ったんだ。プレッシャーでいなくなっちゃったっていう。マジか。ユータは自分についてないことをもう寂しがる生き量マニアになったから。ただの自律神経の乱れって言われてたよ、ユータ。ただのそれだったね、ユータは。みんな大丈夫なんだ。珍しくね、なんか若干今ニコちゃんの隣にこう座るのが怖い。霊感ないでしょ。いや、マジである、マジである。いや、なんかヒューが悪いんだよ、なんか霊感ないくせになんか盛り上げようとしてる。盛り上がってる。いや、盛り上がるのはいいでしょ。そんな、なかなかないやん、こんな非日常。カメラ回ってないところで、ね、やばいね、ニコちゃん、マジやばいね。怖いね。いや、怖いもん、だって、本当に怖いね。あなんだよ。なんか、すっごい安いお化け屋敷みたいな。それやばいやん。ほんとに、え、ヤマトユーマ、お前らさ、ぶつかってるぞ、多分。これやばい。珍しいね。ってなってるよ。いや、だからこれはもう完全に、前も横も後ろもニコちゃんを守ろうっていう布陣ですから。あ、マジで頼んだ。正体です。ガチガチでやっていこう。いや、これだって結構頼もしい感じ。いや、マジ頼もしい。すいません、お茶会じゃないんで。あ、なになになに、レッドブル勝ち込まないでもらって。いや、びっくりしたから今。嘘。いや、嘘じゃない。レッドブル芝居てた。芝居てたよ今。もうゆっくりした。びっくりしろ、お前ゆっくりすんな。にぃ、リオちゃんがゆっくりした。バカか、お前びっくりしたみたいに言うな。紛らわしいわ。紛らわしいよ。いや、今まあこんな盛り上がってますけど、はい、実際その先生の話を聞いてる時はヤバかったし、そのカメラ切った後に個人的にリオちゃんいろいろ聞いてたやん。それヤバかったの、なんか先生の目がこうずっとピクピクしてんだよね。で、本当にヤバいですっていう類を見ない感じみたいな感じが本当に怖すぎる。ずっと鳥肌立ってたもん、自分。ヤバかったね。なんかあの先生ももうなんか今回は最終回みたいにしようとしてて、もう読まないでくれ、ほんと集大成ですみたいな。いや、だからこれ以上なかなか見れないっていうことなんじゃない、人につく例として。まあでも俺らもエンタメでやってないからね、全く。これはマジだから。ワンチャンついてない場合もあるから。でももうがっつりだったんだね。やばいよ。今んとこの状況ちょっとニコちゃん整理してもらっていいですか。はい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 。まあ要するにストーカーがいるから本当に気をつけてくださいっていうことなんですね。で、しかもそのストーカーの方が近くに住んでいる。住所を移してきたと。移してきたと。やばすぎるよね。今改めてこうやって喋るってわけね。そう、その人がそんな私の友達とかなんていうの、こういろいろ写真を見せたんですね。そしたら、あ、この人ですって、ちゃんと分かった。ちゃんと分かったんだ。知り合いってことですもんね。知り合い。いや、マジ怖い。いや、だからもう本当に今すぐケイスケにはやめてもらいたいよね。ケイスケくんがついてるみたいになっちゃうからな。ケイスケじゃないの。ケイスケくんは人につくとかそういうことはしない。なら、挨拶しに来る。最近すげえ動画出てくるぞ、俺らので。俺らのことを好きで、ヤマトが呼びすぎてるだけ。出てくるって出てくれるだろ。あの人は生身でついてるんだ。いや、でも結構さ、そのチャンネルでさ、ニコちゃん好き、ニコちゃん好きみたいなめっちゃ言ってるやん。最近引っ越したいみたいなことも言ってたから、俺てっきりケイスケくんなのかと思って。いや、あの人は意外と当てはまってんだよ。で、身長もそのぐらいみたいな。で、細いでしょ。もうケイスケやん。おい、やめろ、空業被害だわ、ケイスケくん。確かに、でも白いって言ってたから。あ、白い、黄色白って。黄色くない、お前、バカお前。バカお前。あの人は肌は黄色くないわ、お前。裸足のここが黄色みたいになっちゃうよ。だから、しかもさ、うちがお母さんを泊まりに来てもらうようにしたっていうのも、うちのなんかその守護的何かで、こう守ろうとしてやってるみたいな。潜在的防衛本能ね。で、その霊媒師さんもなんか最近うちをすごい見てたんだって。が目に入ってくるんだって。で、ボンが今日見てもらいたいのが平成フラミンゴのニコちゃんなんですけどって言ったら、あ、やっぱりって言ったんだ。だからニコちゃんがお母さんを呼ぶと同時に除霊してくれる人も呼び寄せてたんだ、無意識的に。いやー、なんか信じてないですもんね。でもニコちゃんも基本的にそういうのマジで信じてない。だから今日も本当に大丈夫なのかぐらいの、本当かみたいな感じで来たんだけど、見事に何も話してないのに言われたから、えーってなるよね、それは。でもやっぱあれなんだね、ヒューガとかリンリンとかにはつかないんだね。つかないんだね。いや、まあだから本当になんか気を使ってるんでしょ。怖いじゃあ怖いからじゃないの、二人とも。それこそリホも
ちょっと前まで家が変って言ってたよね。言ってた言ってた。けどもう切れた。自身がブチ切れたってこと。ブチ切れた。マジか。じゃなんかもうさ、しつこってなってきちゃって、ちょっと自分の勘違いなのかもなとか思ったりして、うん、でもなんかすごい家のある部分がすごい気持ち悪いなっていうのがあったのよ、うん、はいはい、で足も見たこともないし全然信じてないから、うん、でもなんかちょっとここ嫌だなみたいなのがたまにあるんだけど、うん、イライラしちゃって、あーなるほどね、なんなのみたいな、うんざりなの、もううんざり、お前に変わってる暇はないと、うん、こっちは本当に編集あるし、うん、そうで、うちはもう声に出していったの、うん、うるせえと、もんでやめろと、間違えたと思ってたの、お前マジビクッとしただろう、うわ間違えた、独り言ってさこんな恥ずかしいじゃない、うん、だけどもああみたいな、うるせえマジでみたいないやマジでドキッとしただろうね、あんま人にさそんな水量で切れることないじゃん、ない、もうほんと例に向けて切れた、お化けで、で、あのめっちゃ手、あの椅子もなって気持ち悪いところでバーって拍手してあんま良くなさそうだよそれなんか儀式みたいなの聞いたんじゃない、はい、お前の言うことないぞって、えいって言って、そうだよね、そのまま靴履いて出てっただろう急いででもほんとそっからパッタリなくなった、自己除霊だもんね、自己除霊じゃん自ら行けんねん、除霊じゃん、いないよあんまり自己除霊できる人だって、ゆいちゃんは、うん、あ、ゆいちゃんって言わないで先生だからバカじゃねえのバカじゃねえの、飯塚先生ね、武者修行してるからねそれはリオちゃんは先生の経歴が意味わかんなくなるもんね、ゆいちゃんの、ゆいちゃんって言うなバカが飯塚先生や、でもヒューガみたいなタイプはやっぱさもう何も感じないわけ、全く感じない、基本的には感じないし疲れたこともないし、いいな、でも思うのはこの YouTube っていうものを始めてからちょっと多くなったかもしれない、ね、ああうんうん、でも先生が言ってたのだとやっぱその人気商売だから、うん、人気の気って人の気らしくて、その人の気をすごい浴びながらこう活動してるから、そのパワーの上げもらいがすごい多いんだって俺ら、だからああいう昨日みたいな TGC みたいな舞台に立った時にすごいパワーを上げるしもらうんだって、その時に悪いパワーを寄せちゃう人が いるらしくて、寄せやすいのがユータっていう話をしてたよね、なるほど、ヒューガはやっぱ寄せないで有名っていう、もうほぼヒューガさんにはつかないです、体質的にも、なんなんだろうね違いは、毛がふさふさだから、バカかお前、俺はゴリラではねえわあ、人じゃないよ、俺はその俺はあのゴリラに見えるんだけど見た感じはゴリラに見えるんだけど俺はゴリラではないので、そうそうそう、お前勉強します、うん、そうパッと見は、そうパッと見はね、こういう風に 見たらゴリラだけど、うん、喋ればわかるでしょ、あ、まあ、ゴリラじゃないな、そう、こんだけ長い付き合ったらわかるでしょ、もうゴリラじゃないって時々わかんなくなるんだよ、ね、あ、ほんと、だから幽霊に関してはさ、バッて初対面なわけやん、つこうとする瞬間は、うん、だからゴリラだと思ってつかないんだろうね、あーどっちかわかんないみたいなね、うん、ミシはもともとあったもんね、あったあった、おかんに今回言われたのは、でも、あんたは小さい頃からちょこちょこそういうこと言ってたよって、なんかいるとか、何かが見えたとか、そういうの言ってたから、多分見えちゃう人なんじゃないとは言われたの、感じやすい人、感じやすいですね、ニコちゃんは、ちょっとちょっとやだな、そこだけ拾ってはダメでしょ、バカか、待て待て、今のはおかしくない、おい今のは、ちょっと待って、最初に笑った人が絶対悪いと思います、誰ちなみに俺が最初に笑ったなって思ってるのは2人いて、まず1人目がアムギリで、2人目が一応リホ、あ、ちょっと相方がそういう時全部早い、うん、マジで、でもちょっと自覚あったかもすぐスケベレーダーがベレーダーが反応してすぐやるんですよ、感じやすいのはその悪いことじゃないですから、レオね、レオね、ヤマト、お前ほんとさずっとさ、うん、何お前発情期なの、違うよ、中学生だよね、ヤマト、マジかバカかって話聞いてた、俺はニコちゃん感じやすいですねって言っただけで、何に対してみたいなのは全く言ってなくない、投げてくる場所とかも、ま、間も良くなかったよ、全て俺もスルーしようとしたけど、違う、バカか本当に、それは話の脈略で分かるやん、じゃあそのヤマト確かめるためにマジ今から話す話は絶対笑わないよ、はい、今でもこれは本当真剣だから、何なの、うちは、うん、最近怖くて本当に
食べてみたもん。一旦今日言うて髪の毛もう痛いちゃしてんな。髪の毛直したっけ。中学生は帰って。おいおい触ってるな。すごい触ってるあるだろそんぐらい。それぐらいある。めちゃめちゃ触ってんじゃん。ある付き合ってからじゃないの触んの。バカ中学生は帰って。本当に触ったら子供できちゃうんじゃないの。バカお前小学生だろお前。小学生以下だろお前。妊娠の仕組み分かんなくて。もう妊娠って口にするなあんまり。妊娠の仕組み分かんなくて。モサすぎるやろお前。妊娠の仕組み分かんなくて。出てき方モサすぎるやろ。あっちゃんってモサいなやっぱ。喋るからニコちゃん、ごめんごめん、なんか満を持してみたいな感じになっちゃった。恥ずかしいんだけど、マジで全員笑わないで。そう、それでもう心霊現象があるあって怖い最近の私の話ってね、笑っちゃいけないんだよ。そう、笑わないで。オッケー、真面目。これは本当に真剣だから。だから私はすごい、あの家に入る瞬間が本当に怖いの。入って何かが立ってたらとかっていうのがマジで怖くて、歌を歌ってみたんだけど、それでも怖いの。自分の歌が怖くて。だから最近は家に入るときにずっとこう手拍子をしながら、チンコチンコマンコマンコって言いながら入ってる。なるほど、じゃあニコちゃん結構声出すタイプなんですね。お前、なんだよ何がなんのか教えてくれよ。中学生バカか。これバカしかいねえなこの車。ニコちゃんは声を出すタイプなんだなと思ったら言っただけやろ。お前まずこういう時に何々をするタイプっていう言い方をするな。あ、ニコちゃん声出したんすねとかでいいわ。声を出すタイプなんですねって言ったら、このチンコチンコの時以外も声を出すやつみたいになるよ。お前の言い方が悪かったんだな。すいません、じゃあ質問なんですけど、どんぐらいの声量で言うんですか。他の住人の人に聞こえたらとかってなるから、チンコチンコマンコマンコチンコマンコマンコ。それはそれで、あ、そう、リズムから自分も楽しくなるよ。チチンコとか言ってちょっとリズム変えた。あ、変えたりもするんだ。声を出すことで自分もどんどん楽しくなれるタイプみたいな、そういうことだ。何してんだろう、ね、リズムが好きなのはさ、やっぱ共通なんじゃない。うん、うん、そういう心霊スポットとかで歌うのって良くないって言うから。歌にめっちゃダメなことしてるやん。言うの、そう。寄せ付けの日、嫌いな曲とかは。あ、嫌い、あっちの、あ、その人が嫌いそうな曲なわけ。演歌とか、演歌とか、演歌とかね、確かに。今マジ演歌の気分じゃないみたいな感じでね。ジェロ来ちゃう、ジェロ来ちゃう。ジェロも暇じゃないから。ジェロも忙しいから。あなたを追って出雲崎に行ってるから。歌詞に入ってるだけ。いやでも確かにそのニコちゃんの立場になるとマジで怖いよね。マジで怖いよ。怖すぎるでしょ。なんでみんな生き量ばっかつくの。強く思われるだけの実力があるってことだもんね。じゃあうちらはやばいんだよ、実力ないんだ。実力、まあそれがつこうと思ったけど、その追っ払う実力もある。ああ、どっちタイプだろうね、2人は。そうでしょ。あっちゃんじゃない、その疲れないみたいなの。俺もマジで疲れない。先生にも言われないもん。そうなんだ。そう、しかもあっちゃんめちゃめちゃ早漏だしね。できないでしょ。おい、もうほんと下ネタマジやめろ。多いな、さすがに多いな。やばい、なんなのお前、発情期なの。じゃあ発情期じゃない、中学生だろ。女子2人来てびっくりするわ。違う、でもあっちゃんも今めっちゃ盛り上がってたよ、早漏って言われたのにもかかわらず。ちょっとびっくりしちゃったね。なんでこんなこと。じゃあ違うな、違うって言ってよ。違くはないから。ほら、じゃあいいじゃん。バラされたくなかったよな。そうそうそう、バラスプロモーションじゃん。いや、もうほんとひどい。なんなのお前、急に関係ない話題であっちゃん引きずり落として。お前もじゃあなんか1個出せよ。そうだお前出せ。今1個マイナスプロモーションになったんだから。お前出せよお前。え、下ネタじゃなくてもいいんだもんね別に。ああ、まあじゃあ1個。まあ別に俺は恥ずいと思ってないけど、多分みんなにはやんや言われんだろうなみたいなのはあるけど、まあ家に着いた時ガチャって入って I'm home っていう。始まりました、大和の英語勉強会。家帰ってすぐ。やっぱり家でいるときは基本的に僕英語で喋るんで、まあ、ただいまみたいな感じで I'm home。アイムホームは誰が言ってもやんの。え、癖だもん。明らかな日本人が今日遊びに来てます。うん、もうトラさんみたいな。もう今日はトラさんみたいな人が家に遊びに来てて、で、山本はその帰る、待たせてるって自覚があります。はい、で、玄関までこうトラさんが迎えに来てくれてる。もうピンポン押して入って、ガチャでトラさんいる。でもアイムホームする。お前、いや、Welcome to my home って言う。お前、しつこくなっちゃってるじゃん、英語。そうなんだ、それまあ恥ずかしいわ。まあ今多分だいぶ気は晴れてるだろうけど、やっぱどっちみちこの後はその真剣な感じになるし、除霊の時間っていうのは結構意外と長いもんね。長いんだよね、ほんと1時間半ぐらいあるよ、マジで。それさ、その後一人で家帰るの怖くね。あー、まあ若干ね。
来てくれる。え、一人で残されるのも怖いよ。あ、めっちゃスルーされた。今、あの色気で落としにかかったもん。この流れだったんだけど。聞こえないみたいな感じだった。全然なんかね、うち霊みたいになってる。いやでもちょっと最近にゆうたとりんりんがね、なんかイチャイチャしてるとこ見るんだよね。これ言い方悪い、マジで。それいや仲いいだけじゃん。しかもね、結構ゆうたから絡みに行ってんだよね。仲いいから、仲良くていいじゃん。そんな珍しいじゃん、ゆうたから絡むね。こんなコラボして仲良くなる。だってさっき髪触ってたよ。じゃあそれは見られたゆうたの髪。もうほんと中学生なんだから大和。ここピョンって立ってたら気になるでしょ。そうそう、別にそんな下心なんかないから。ないで。以上ないよ。え、どうした。うわぁ、髪ぴょって立ってたから。お前言いがかりでボディタッチしたんだろ。いや、みんながなるやん。やば小学校のクラスに。やばうんこついちゃってる人やん。ノリ使って触りたかっただけやん、お前。頭っていうか髪の毛がこう。いや、お前皮膚触ってて、頭の触ってた。ね、絶対触ってた。頭皮の。だってりょうちゃんは先っぽだったもん。うん。え？いやもう変態座ってる。先っぽだけって何？お前小学2年生小2は早すぎるわ。小学2年生が一番言うセリフ。先っぽだけ。小2の名セリフ。下がる小2。誰が言ったの、先っぽって。じゃあ俺がニコちゃんの頭皮ごとやもとは触ったけど、リオちゃんはユウタの髪の毛の先っぽだけ触ったじゃんって言ったの。そしたらめっちゃニヤニヤしてた。めっちゃこう笑い始めて。もうリンリンやん。じゃあやばい。じゃあ本当今のうちだ。申し訳ない。今はマジでね。じゃあやっぱ怖すぎて、一番なんか遠いもの、下ネタ。いや本当にチンチンとか。でもそれは生と死とかになってくるから。全然遠く。もうなに、もうダメ、やめて、やめて、やめて。生きる死ぬの生死。生きる死ぬのね。てかさっきのそのさ、チンコチンコマンコマンコのマの部分のピッてしといて。嫌なんだ。チンコいいんだけど、マはちょっと。ここも使ってもいいってことですか。まあだからピュー入れればいいんだよ。ピンコピンコにしとけばいいんだよ。ってことで、まあちょっともう10分ぐらいで家に着くということで、まあ早速ね、ちょっとニコちゃんちにお邪魔して、先生にいろいろまあ家の中で見てもらうこともありますから、はい、ちょっと企画進めていきたいと思います。はい、行きましょう。お願いします。ということで、ニコちゃんの家にお邪魔します。綺麗なお家ということで、早速なんですけれども、はい、まず先生にちょっと部屋をそれぞれ見てもらって、うん、で毎回、ここにどういうのがあるみたいなのを先生が言ってくださるんで、じゃあ早速もう先生恒例のルームツアーね。はい、お願いします。とりあえずここリビングですもんね。リビングです。ここがリビング、はい、でこっちが寝室なんで、こっちですね。はい、ここは大丈夫なんですかね。いや、本ちゃんはやっぱり、あ、一旦本ちゃん置いときます。じゃあ寝室か。あ、どうぞどうぞ。寝室ですよね。はい、あ、そのことか。あと見られるお部屋というか、全部どこでも大丈夫です。大丈夫ですか。はい、話してた、リオが。あ、すいませんね。はい、あ、なんか写真撮ってますよね。家え、楽しくしてましたよね。初めてこうみんなに来たから、ちょっと一枚撮っちゃっただけでやってください。すいません、すいません。え、思い出作り。いや、だってどこちゃんじゃん。みんなで全身今日今。え、なかなか。そっち見てみ。あ、そっち。しゃがんで。俺も入った。え、なんで。ニコちゃん先生待ってるんで。すいません。すいません。すいません。はい。このさっきお話の。はい。ここが、この扉がこう開いたんですよ。え、そう。今みたいにこう開いたみたいで。ちょっとリミに証言したらどうですか。すいません。なんかここでわたわたしてて、閉めたんですよね、彼女が。で、あ、ちょっと忘れ物したっつってピュっていなくなった。私こんぐらいの目線でここで待ってて、そしたらこれが。バッて開いて、えって言ったよね。うん、まあ、開きようないですもんね。開いたんだけどって言って、もうほんとこの勢い、こんぐらいの。危ないもんな。頭当たっちゃう。うん、攻撃の可能性がある。
頭から攻撃してきてんですよね、すでに。いや、私のこと狙ってですね、行くとこ行くとこについてきてるんで。おう、そういうタイプですね。だって、どうしよう、リンリンが。そう、ずっとですよね。お、移動するんですよ。へぇ、ちょっとマジ怖くなってきた。ちょっとごめんなさい、掃除をしてしまいました。今、チッて出てきて、で、問題というのが、はい、移動をしてきて、私が見る部屋、見る場所全部移動をしてきたんで、最初にお話しした足がこううろちょろしてってお話ししたと思うんですけど、まあ、その通りで同じものが行ったり来たり、うろちょろうろちょろと全部喜んでました。自分が注目されていることと、それと同時にバーカバーカって。敵ですもんね、先生が。敵ですね、完全にバトルですね。いるんですかね。うろうろしてる中でも拠点がここです。ここに半分だけでこうやっていたんですよ。私が最初見た時は真顔だったんです。行くとこ行くとこ見ていくたびに、してきたような感じでしたね。で、なぜここかなんですけど、今この寝室っておっしゃったじゃないですか、はい、ここ頭じゃないですか、はい、で、ちょうどあそこ角で、そのすぐ裏がリビングの今私が示したとこだと思うんですけど、そもそもここよりなぜここかというと、どこにいてもニコさんを見れるのと話が聞けるんですよ、あっちにいた方が。ここより、ここでの話も聞こえますし、扉がないじゃないですか、うん、でここで大事な話をしていても筒抜けなんで、そこにいればいつでもどこでもどこからでも見えるところと、あと聞けるところにいるよっていうんですよ。見てるだけじゃなくて情報を知りたいのか。普段壊れないナビがずっと壊れてたんですよ。でおかしいなと思ってたら、そのまま気失ったんですよ。ペットボトル持ってたものですよ、今ここに来る途中で。その私の顔を見て笑ってるぐらいなんで、もちろんその物理的な機械のバグもあると思うんですけど、そういうつもりだったのかなって思いましたね。だいぶ勢いが強い。現在進行形ですもんね。そう、そうだったか、先生、うん、ナビ壊して。やばい、結構ブレイキングダウン並みなからかい方なんです。煽り方が、煽り方が、なるほどね。私さ、喧嘩しに来てんだ。生半可な感じでいるんじゃないんですか。そうなんですよ、威厳をみたいな、こうクっていう感じだったらまだ可愛いと思うんですけど、こういう感じなんですよね。なるほど、恋みたいな。それはもう事務所で話してたストーカーなんですか。そうですね、空気重いですもん、来てから。お風呂は顔だけがこうぶら下がってたんですけど、食事とかで全部同じでした。同じ人でした。いやー、怖すぎる。これは怖いね。怖すぎる。実物の本人さんより悪いような感じですね。奥底に眠ってるものなんでしょうかね、本人の。もう好きでってことですよね、ニコちゃん。すっごく歪んだ愛ですね。なんでもうそういう関係性のみたいな話じゃないですね。完全にそういうもうあの感覚というか、そういう考えでいらっしゃるってことが成立してるんですよね、そのストーカーっていう。約束みたいに勝手に思ってますからね。いつかまた。ちょっと待って、マジで。マジでやばい。ずっと一緒にいるって思ってるってことですよね、僕は。うわー、お前のその声は本当にどうにかなんないみたいな。え？最近の口癖らしいんですよ。本当に言われてるんですかね。え？やばすぎる。やばいやばいやばい。だから約束してると思ってる。それを目標にしてます。生きがい状態ってことですか。生きがいです。生きがいやりがいになってるので、うまいこと
当にちょっとこう私ができることはもちろんするんですけど、生き用なんで本体生きてるじゃないですか、結構考えてゆっくりゆっくりこうなだめてフェードアウトしないと逆上はするでしょうね。結構こうなっちゃう人だと思うんですよ、感情が、自分は納得いかないことがあると。で多分それを言われたくなくて暗示みたいに言ってますね。本人はそれ自覚ないですもんね、もちろんないですね。こうやって生きるようで飛んでるって自覚はないですけど、人としては自覚ありますね。その逃げられないようにというか離れられないようにしてるっていう。だから私さっき耳元で言ったと思うんですよね。しかもそれを笑顔で悪気なく言ってるのがもうその項目に当てはまってます。ないない、え、耳元でなんて言われたんですか。サイコパスですよ。同じ同性でも仲良くしすぎるとダメみたいです。いや、絶対仲良くなりたいです。全然戦うんで守りますね。こう、まあ、自分は本当に考察なんですよね。ここだったとかもダメ。そういうこと。他の、例えば私みたいな親友でも生きるような方はダメみたいな感じなんですよ。こうなるんですよね、やっぱ毎回。でも今もういらっしゃるんですよ。ふざけんなんですよ。なりますよね、そうなりますよね、感情が。チッてなっちゃって、本当に。それぐらい煽ってます。今はそこにいるんですか。こっちです。私のいるところに来ます。見えるところに。見えるところ。本体自身は、こうやって今、バトルしてるつもりはないですけど、来てるものの方が、的な部分だけがですね。まあ、出てけって思ってるでしょうね。まあもう先生任せるしかないですから、ね。任せた後も大事だけど。うん。アフターケアはします。お願いしますか。はい、お願いします。お願いします。お願いします。ちょっと待って待って待って。では今から始めていきますので、よろしくお願いします。自分の中の笑いを全て出すつもりで大きく深呼吸していきます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様です。はい、ということで、改めてお疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでしょうか。今はなんかすごい 軽くなって、最初の方やばいと思ったんですけど、今なんかすっきりして、なんか息も吸いやすい感じがします。良かったです。めちゃめちゃ泣いてましたよね。うん、なんか、本当なんか悲しいような罪悪感みたいな。いけないことをしてるみたいな、なんかそういう気持ちになっちゃって、勝手にも止まらなくなっちゃって、なんか泣いてる感覚もあんまりなくて、ここら辺に来て、あれ泣いてるみたいな、
その感覚が大体取り付いてる時の感覚です。お祓いで見る涙を流したりとか、暴れる方もいるんですけど、涙っていうのはニコさんの涙ではなくて、さっき話した方の涙ですね。私ついて出たみたいな。そうですね、泣く時は大体もう最後の挨拶というか、出ていく準備をする時に泣く言葉多いので、よかったです、見受けられて。ありがとうございます。お疲れ様でした。無事に救えました。おー、よかった。本当によかった。本当に先生のおかげで、はい、ありがとうございます。とんでもない、すごい、もうあのやりきった感が今日は、はい、救えました。本当に一般の方というか、その特にこういう活動してない方にも、もちろん やられてるから。そうですね、もう全く同じようにやらせていただいていて、そのお家の状況だったり、その人の状況によって内容を少し変えたり、まあ、時間も結構それで変わるので、皆さんに合わせた一人一人のお祓いをやってますね、はい。じゃあちょっとあの概要欄にあの先生のサイト貼っておくので、なんかこれ見て俺もやばいかも、私もちょっとあれかもって思った人は、ぜひぜひこちらからあの先生に相談したら、まあ、今のところ3分の3で解決してるっていう、間違いない討伐率なので、あのぜひぜひあの気になる方は連絡してみてください。お願いします。お願いします。あなたの先生、ありがとうございました。ありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。すいません、遅くない。すいません、遅くないです。とんでもないです。ありがとうございます。今の家の相談とかも先生に。あ、そうです、今も、はい、あの物件が見つかったら一応それを見て間取りで決めてますね。なんか住まない方がいいとかありますね、うん、悪いものがデッドゾーンが結構揃っちゃって、ただダメです。うち結構ヤバそうじゃない。この家どうですか。この水場がちょっとお手洗い貸していただいたんですけど、あっとは思いましたね。あ、よかった。どっち汚いっていう。あの綺麗にしてますわ。正直もっと運気上がります、お手洗いよくしたら。皆さんのエネルギーで今やっぱ上がってってますけど、お手洗いって一番仕事運、金運の流れが回るところなんで、大事だ。黄ばみっていうのはイコール邪なんですね。なんで泡ハイターとかでも潔白に綺麗にしていただくだけでも、これでも運気が上がるんですけど、そのお手洗いに手を叩いて切って叩いて、今は清めて整えて潔白を張るっていう意味なので、うわぁ、うん、これ良かった、合ってた。あ、ごめん。なんかもう本当ムカつきすぎて一時期なんかここ嫌だなみたいな、家のここ嫌だなめっちゃ困ったよ。そしたらなんかもうパッタリなんかその気持ち悪いっていうのが本当に出てきて、それ本当大事でしたね。で、強い気持ちっていうところも折れないところも、自分から出るやっぱりそのエネルギーってすごい結界張りますから、ほらってやっていただければ。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。ということで、お疲れ様でした。だいぶね、中盤盛り上がりに盛り上がった車内かな、まあ、ここ来て結構やばい、で結構これ怖いなと。いや、怖すぎたよね。怖かった。明るくなったね。マジで明るかった。気持ちが全然違う。なんかね、ちょっとね、やっぱこうだったんだよね。それがもう、なんか明るい気持ち。なんかちょっと赤いもん。明るいよ。明るいとかそうでしょ。赤い。顔がね、血色がね、上がった、トーンが。マジで赤い。マジで赤いよね。ゆうたを思い出した、あの時の。嘘。ゆうたも除霊したとめちゃめちゃ明るくなった。切れるのか。一気に、一気に明るくなったよ。うるせえ。まあ、よかったですよ、ほんと。本当にありがとう。疲れ様でした、ゆうちゃん。ありがとう。まあ1週間ね、あの動画ありますし、まあ2組あって14本動画出るので、まあこういう動画が1本あってもいいんじゃないかということで、ちょっと今日はまああの感情の起伏が激しい動画になったと思うんですけど、ぜひぜひ、ね、今日もコメントとか高評価とかよろしくお願いします。お願いします。そしてですね、このウィーク中にお互いがね、お互いを高め合うということでやってるので、ぜひフラミンゴのチャンネル、まだチャンネル登録してない方はぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。それじゃあまた次の動画で。
バイビー。